こんにちは、こんにちは、コルシーです。アキです。タスです。タスキャンです。よろしくお願いします。お願いします。賑やか賑やかちょっと今画面が最終回ということでね。うん、はい、ドラゴンたちも荒ぶっておりますけども、はいはいはい、残すところはアースドラゴンとダークドラゴンなんですけど、はいはい、まあラスボスであるダークドラゴンさえ召喚してしまえば、うんうん、全クリと言っても過言ではないでしょう。間違いねえ。うわ、ダークドラゴンマックスやで。しかもニュース書いてますもんね。うん、うん、アップデートで追加されたこの島か、この、はい、火の島の右奥にある島。そうですね、ここから行くと思ったアイスランドとファイヤーランドの間なんで。なるほどね。はいはい、結構すぐそこかもしれないですけどね。あと鎧欲しいっす。え、鎧つけると全然見た目変わるよ。クマ鎧。うん、ただの鎧。高田さん、あ、そっちの体剥がれちゃってさ。ストップレートかないの鎧。あ、あ、作れる。あとダイヤモンド1個あればあるよ。あ、ある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 。はい、カズさん、グッてつけ。ありがとうございます。オッケー、もうこれで頑張る。オラのレッドドラゴンが頑張るだ。行きましょう。いや、ついに飛び方をね、前回マスターしましたもんね。うん、マスターして。あ、あの島か。ファイヤーもすぐ右となんだから。はいはい。え、超わかりやすいやん。あ、これですね、なんか完全にこれでしょ、上に塔みたいな、魔女の塔みたいなあるところ。よし、はあはあ、じゃあ降り立って下から。あ、ちょっと危ね。ダンジョンもクリアせんとあかんね。そうっすね。そうですね。あ、さすが最終の塔で。外にもなんかボス級のなんか赤いのがいる。あ、ほんとや。へぇ、こっちか。普通に階段登って。はい、飯あります。あるよ、飯あるよ、いっぱい。あ、ダイヤモンドがいっぱいだ。ほんとだ。アンギズ、ご飯。おい、アンギズ、餌あるわ。これと、これと、これめっちゃパンも32個今、渡してるな。あ、はい、ありがとうございます。毎週何もねえわ。毎週何もない。よーし、じゃあ塔に降り立つ。アマプレイ。ダンジョン見つかったんけ。ダンジョンはないんで、もう今、塔を登ってますよ。はいはい。あっと、なんかモンスターハウス。ナイソー、やめてー。おやすみです。おやすみです。まださらに上の上層がある。あ、ほんとだ。よいしょ。おい、あ、あった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 。ダークドラゴン、ダークドラゴンのアクティベーター。よし、しゃー。あ、よしそうだからね。いや、知らん。クワがありますよね、あのクワ。マジで。ちゃんとしよう。あ、ダメだ。よし、そういえばスラズリが、ラピスラズリね。あー、ラピスラズリその辺にいっぱいいましたね。あったのね。しまったね。ラピスなんかありましたよね。あった、いろいろ普通にね、宝石として。俺ラピスはね、あの拠点に置いてあんだ。あ、ちょっと取ってきます。あ、俺のブルドラゴンどこ行ってん。どっか行ってまったの。ちょっとじゃあケンちゃんとしに行ってこ。俺あのアイスのところでレッドドラゴン連れて戦ってるでな。何をしてるんですか。あ、行く、あ、行く、あ、行く。よいしょ。あ、意外とレベル上がってたのか。もらえるのか、これやと。ハナどこで戦ってるんですか。ドラゴンの今、アイスドラゴンの洞窟で戦ってるんや。アイスドラゴンか、あ、そっちか。行きますわ、じゃあ。絶世な、この鈍足、鈍足ドラゴン見せてあげましょう。最強の剣ってやつをね。アイテムボーナス3がついてる。落ちやすいな。落ちやすいね。めっちゃいいやん。え、マジ。はい、え、めっちゃいいやん、それ。持続性2とアイテムボーナス3。あ、めっちゃいいやん。どんだけ生み出したのこれ。やばいでしょ、これ。やばいっすね。あ、メインプレーやろ、2人と。やってろよ、みんな行くからな。はい、来てみよ。いしょ。ドラゴンの HP 管理、 HP 管理大切だよ。持続性めっちゃいいやん。これでしょ。はい、でっけーの出てきた、でっけーの。結局残っとんの。え、このファイヤードラゴンと、やっぱこのエース級2人やん。ドラゴン、どうかな。あっ、熱い。よし、一回帰ろうか。かっけえな、かっけえやろ、これ。これ、死ぬしかねえな。なんで、この道は続いとるやろ。ほら、そう、もう、めんどくさがりは。最初に繋げた道だぞ。どうや、どうや、攻撃、攻撃。よし、壊したんだな。うわ、あ、思った以上にいる、ある、うち。ね、
33個です、うち。あ、すごい。もう確実ですわ、これは。甲羅のかけらなんだね。はい、入れよう、ダークドラゴン。おー、かっこいい。ちょっと赤黒い。ちょっと黒いね。どう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 。あー、これ。よこしちゃってください。よいしょー。おお。あ、黒い。なんかおじいちゃんみたいな、なんか白髪の。おかっぱ頭。黒いぞ。あ、違うか、角だ。かっこいいやん、これ。マックス？いや、まだじゃない。ハート出てないもんね。おー、でかい。レッドよりでかい。でかくない？こいつ。あ、出た。あ、でかい。めちゃくちゃでかい。ちょっと待って、めっちゃでかくない、これ。レッドよりでかくなったな。これ、4人ぐらい乗れるんちゃうの？4人ぐらい乗れそうですよね。乗れんのかな？こいつちょっと馬鎧もつけてみようかな。うん。戦いに行きたいな。うん。どのぐらい強いかね。ちょっとどんな炎を出すんか、ちょっと。これ、でかすぎて、僕からはよう見えんじゃん。ちょっと今のアイスのところ行く？はい、行きましょう。はい、全部フルマックスやでな。早っ。でも到着してたの。入れるんかな、これ。いけるね。詰まった。アホやん。やめてまえよ。こいつ入れやん、マジで。どんなフレア？どんなフレアを吐くの、これ。どんなブレス？あ、なんか。うわ、黒い。赤黒いね。赤と黒が出るな。あ、今日は。範囲広いっすね。範囲広そう。何も死んでも大丈夫じゃない？すごい。当て金がすごい。え、我々何も死んでもいいと思ってる。何も死んでも大丈夫だ、これ。ほら。いっぱい敵引きずれてきちゃった。でも全然余裕ですよ。何も死んでもいます。いっぱい敵引きずれてきちゃった。うわ、これ本当に仕事があるのに欲しいっすよね。ねえ、欲しい、これ。呼んできたい。何とかできんの、これ。別れたくないわ。別れたくないですよね。うわ、すげえ。かっこいい、これ。鹿羽しかあの、フリップ1個で全開にしちゃった。あ、すごい。あ、フラットランドじゃん、これ。えげつない。うわ、もう。うわー。重量を見すぎに。エンドランで強いの、これ。あ、強いやろね。ねえ。お腹忘れたな。えげつない。ちょ。すごい。プレスで、ほら、前が見える。もう、鮮やかすぎるわ、これ。もっと広いとこで戦うべきだね、ドラゴンたちは。メガフレアみたいな。メガフレア、バムドですね。おりゃバムドって名前つけなかったな。すげえ、マジですげえ。あ、すげえ、くる回りましたね。あ、強い。あ、強い、もう、だってこいつの後にいっぱい弾が落ちとるもん。せ歩くだけで。ほらローリングブレス、ローリングブレス、ローリングメガフリアよ。いや、しばらくご飯あげてなくても全然いけんな、こいつら。いけますね、これ。拾うだけでもうなんとかなるよ、これ。おら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 お倒してからのコンテンツがもう一個近かったっすね。そうやね。あとはこれを連れて帰れるアドオンだけですね。アドオン無理でしょ。連れて帰りたいけどな、これ。ジャバマに持って帰りてえわ。あ、やべ、みんな、ね、ワープしちゃった。マジで、あのウィザーとかと戦わせてみたですね。いや、点滅いい感じですね、今日は。ね、はいはい、というわけで、はいはい、3週にわたって続きました、うん、ドラゴンシリーズですけども、はい、はい、無事コンプリートはしたいけど、まあコンプリートですね、まあ、コンプリートと言っても過言ではないでしょう。ダークドラゴン、ね、過言ではないと思っている。すごいいいものを、なんかやっぱね、マイクラの可能性というか、なんかこういうのもいいですね、めちゃくちゃ楽しかったよ、これはね。本当、あのカズさん、あの買っていただきましてありがとうございました。いえ、ありがとうございます。お付き合いありがとうございます。いろいろ大変でしたね、裏の方では。そうですね、あのスキンバグがやっぱ横行してますので、はい、そうやね。ここら辺ヨシさんのあのマントがあると、うん、スキンバグに巻き込まれないという、なんかこのね、ありましたね、見つけたので、ね、またなんか教えていただけたら幸いでございます。そうやね、はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。イエス。イエス。イエス。